パンケア認定講師の園江です。こんばんは。今日はあのこれ、あの佐藤式の快眠グッズ、快眠グッズです。耳につけて寝ます。これで快眠グッズをご紹介します。なんかあのうちのお母さんとかあの。あとは前にイヤーフープって言ってあの耳たぶ回しと同じ効果をながらケアするっていうアクセサリーがのこうワークショップやってた時にこれプレゼントしてたんですけれども、あの使った人の評判がとっても良くてですね、あのうちの母の場合はよく眠れるって、なんかあれつけ出してからよく眠れるからすごくいいって言ってるし、あとはあのよく疲れが出るとめまいがする人なんですけれども、あのめまいがないよっていうことを言ってて、なんかあの、まあ、いいよとか言って家に置いただけなんだけれども、あのすごくあの喜んで使っているし、あの前にプレゼントした人とかもなんかあのご主人のいびきがピタッと止まるとか、歯ぎしり、子供さんの歯ぎしりがかけるとピタッてその晩止まるとかで、なんかうるさいから見たら取れてるからつけるとまたピタッと止まるとか、なんか結構お喜びの声を聞きます。で、まあ、あのアクセサリータイプもあるんですけれども、これだとあの寝るときにつけて、あの皆さん誰でも作りやすいので、これとってもいいのでご紹介します。前は輪ゴムをこう耳にかけてちょっとこう耳たぶが浮くようにしてたんですけれども、輪ゴムのサイズによってはやっぱ合わないってことがあったんですけど、これは長さが調節できるように、あの縛ってます。これの縛り方をやってみます。でちょっと私今つけてみますね。今こんな感じです。感じです。これでつけてみますね。耳にかけてですね、こんな感じで耳にかけてですね、これでちょっとだけ耳たぶが浮くぐらいのところで、こういう感じです。で、まあ紐は何でもいいです。これは私はなんかこう4色セットでこれを100均で買ってきました。あのこういうのでもいいし、あの巾着用のなんか巾着作る時の紐とかでもいいし、自分でつけてて心地がいいとか取れにくいみたいなものを見つけて作ってもらったらいいかなと思います。ではやってみます。あ、これでやろう。これね、これでやってみますね。はい、それで分かりやすい、こういう感じ。輪っかを1回作ったらリボン結びする感じですが、こうやってピコってまた輪っか作る、これだけです。こうやってあとこれだけですという割にはちょっと不器用なものでこんな感じです。これでキュッとやれば、あれどっちにあったっけ、こうかキュッとやります。こんな感じ。そうすると片方引っ張ると長さが調整できるようになるので、こんな感じで作ります。で、まあ、あの端があの間違って抜けにくいように、まあ、端はこうやって縛ってます。こうやって端っこをキュッと縛っといて抜けないようにしときます。あとは耳にかけて、こんな感じで耳にかけて、耳がたぶんちょっと浮くぐらい、ちょっとだけですね。これまたギュッとやっちゃうとまた硬くなり、また引っ張って緊張が始まるので、優しくちょっとだけ浮くぐらいのところで調整してあげてください。こんな感じです。今私1分ぐらいしたのかな。あ、腕軽いです。腕軽くなります。こんな感じで、で、まあ、腕が軽いとかこの辺の緊張が解けるってことは、リフトアップもしてますし、こう改善、ここのギュッていう緊張も改善してくれるので、胸がふわっと膨らんできたりとか、見た目の変化も起こってきます。今こんな感じです。こんな感じですね。どうでしょう。
変わってきたと思うんですけどね。そんな感じで、あのやっぱ夜寝るときに、あの1日の緊張がグーってなったまま寝るよりは少し緩んで緊張を解いて眠ってあげると眠りやすいですし、やっぱりあの眠ってる時の緊張もないので疲れが取れやすいかと思いますし、なのでまあセルフケアして寝てもらうのはとってもおすすめなんですけれども、こういうグッズを使ってもらうとまたあのいいんじゃないかと思います。ぜひお試しください。でアクセサリータイプがいい、あの日中もアクセサリータイプつけたいなっていう場合は、あのいろんな今イヤーフープっていうタイプとか、こう引っ掛けるイヤーフックとか、あとここに引っ掛けるイヤーカフとか、なんかあのいろんなインストラクターがワークショップやってると思いますので、佐藤式で検索してもらったら見つかると思います。のであのアクセサリータイプに興味がある方はとても可愛いし、自分で好きなデザインにできたりするし、あの作るのも楽しいのでね、そういうのが好きな人はそちらもぜひ見てみてください。これね、耳にかけて長さをこの耳タブがちょっと浮くぐらいにちょっとふってやってあげる感じです。はい、こんな感じです。シュッとしてきたこれで音が軽いです。ついでに昨日のあれやろうかな、美胸で肩楽やろうかな、胸ぐれといてこうやっておいでからって感じ、ね、で美胸で肩楽、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 美胸で肩楽。でさらにここね、脇の下に触れておいて少し痩せるような感じで、またこの感じで美胸で肩楽、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 美胸で、そう、そのまま寝るんです。これそのまま寝るんですよ。美胸で肩楽、ね、眠りやすいみたいです。私はあんまりあのグッズ使わないんですけれども、うちの母とかめっちゃいいみたいですよ。あの眠りやすいって言ってました。で肩楽、なのであまりギュッとしないでください。ギュッとしないで少し上に行けばいい。こんな感じです。今半分やりました。全部違うくないですか。なんかちょっと私あんまり画面見えないけど、シューッとってシューッとしてきてます。こんな感じでね、やっぱ体が元気だったり不快なところがなくなったり本来の機能が働き出すと、あのいろんなものの捉え方も変わってくると思いますので、なんかいいアイデアが湧いてきたりとか、同じことを見てもあの どんな現実として同じ現象を見てどう捉えるかで自分のこう見てる世界って変わってくると思うので、あのそういう意味でもあの心地がいいとかの基本になるのが体、土台になるところの基礎だと思いますので、それをまあ、あの少しでも心地よくあの自分で感じながら、感じることはもう自分だけの真実ですので、その心地よさっていうの、自分だけの心地よさ、自分の心地よさを最優先にしてあの感じてあげる時間、心地よさをに沿って何かをする時間をあの作ってあげると思います。で、まあ、一人でできないときはあのもし見ている人がいたら一緒にケアね、一緒にできたらいいなと思ってます。なんか私は週に何本もセルフケアレッスンをするんですけれども、あのとってもいいです。一緒にやると、みんなで一緒にやるととってもいいです。なんか家にいるとやっぱついついおやつ食べに行ったりとかさ、おやつ食べたりあれしようこれしようとかテレビ見ちゃったりとかするんですけれども、やっぱあのその時間を取ってあげるっていうことで、あの、まあ、それだけでも体ってやっぱ喜びますよね。取ってあげて、それ体のことに意識を向ける時間を作ってあげるといいなと思います。
その時にやっぱり何かやるんだったら頑張ろうとかしっかりやろうとかっていうふうにもちろんあの思いやすいんですけれども、あのこの佐藤式のセルフケアに関してはですね、心地よさを大事に大事にやってもらえたらいいなと思います。はい、あ、本田さん毎日見、あ、そうなんですね、どうですか、良いですか。だいぶ違うですね、だいぶ違うですね、感じです。ぜひね、体験してみてください。ちょっとでも体に体験させてあげてください。あの頭で知ってるだけじゃなくて体にちょっとでも体験してあげて、なんかちょっとウキッときたりとか暖かくなったとか、あ、なんかいい感じがするとか、あの体ってすごく正直に反応してくれますし、またそういう風に体ってどう感じるのかなって意識することで、その感度っていうのが高まっていく。